ユニティユーザーの皆さん、こんにちは。ユニティテクノロジーズの大前です。本日はユニティ道場にご参加いただきまして誠にありがとうございます。そして、皆様から多くのセッションをご応募いただきましたことも重ねてお礼申し上げます。リモート開催という形ではございますが、皆さんと一緒にユニティ道場が再び開けることをスタッフ一同とても楽しみにしてきました。本日も 皆さんのご協力によりましてたくさんの興味深いセッションを持つことができました日々の開発のヒントがたくさん見つかると嬉しいですそしてこうした活動に私たちが従事できるのは新型コロナウイルスの猛威が依然続く中人々の命を守ってくださっている医療従事者の皆様と並びにエッセンシャルワーカーの皆様の不断の努力があってのものですこの場で改めて感謝を申し上げるとともに 一日も早い収束をお祈り申し上げますそしてさまざまな困難の中、えー、たくさんの人たちの幸せと笑顔のために今日も開発を日々頑張っている皆さんの日々の努力にも改めて感謝を申し上げます今日はですねまずトップバッターとして私たちユニティスタッフが今年リリースされたユニティ 2020LTS および最新のテックストリームを中心にこの今年のユニティのアップデートのいいところを短い時間でできるだけこうギュッとまとめてお伝えしていきたいと思いますそれでは始めていきましょうそれではユニティのバージョンとパッケージリリースそしてエディター体験の改善などについてお話しいたします まずはおさらいになりますが、Unity のバージョンについてです。Unity は大きく分けて2つのバージョンの Unity をサポート付きでリリースしています。それが最新の機能が利用できる TechStream と安定した開発環境を提供するロングタームサポート LTS です。サポート付きというのは皆様からいただいたバグレポートなどをもとに不具合を修正して数週間に一度アップデートされたバージョンをリリースしていく。 とということを意味しますテックストリームはサポート期間が数ヶ月間と短めなのでこの数ヶ月で完了するプロジェクトであったりバージョンアップの必要性が薄いプロジェクトであったりあるいはプロトタイピングといった用途に向いています LTS は新機能や機能変更などが行われないため本格的なプロジェクトの開発に向いていますどちらを使ったらいいだろうと悩んだ時には第一の選択肢として 最新の LTS を選ぶようにしましょうユニティのテックストリームは2019年まで年3回行われてきましたがテックストリームのクオリティアップや安定化のために2020年からは年2回のリリースに変更されましたこれに伴って2019年の LTS のバージョンは2019.4であるのに対して2020年以降では2020.3が LTS となっています 提供中の LTS のサポート終了期間についてはこちらの通りとなります。もし現在 2018.4LTS で開発を行っている場合、サポート終了期間が迫っておりますので速やかに移行を計画することをお勧めします。2019.4LTS については来年6月まで。2020.3LTS については2023年3月頃までのサポートを予定しています。Unity は 基本的なな機機機能能能をを提供すす。るるコア機能のほかに、Unity でで使える様々な追加機能をパッケーージといいう形でリリースしていますパッケージを活用すれば 2D のための機能を強化したり XR のための機能を導入したりと自分のプロジェクトの用途に合わせて必要な機能を選択していくことができるようになっていますこのパッケージについてもサポート状況や開発への利用に関する状態があります Unity 2020までは、開発に利用可能な検証済みというパッケージと、検証済みではないステージのプレビューという2つの状態が存在しました。ここでの問題は、プレビューには実験的な機能のパッケージも含まれていてしまったため、今後サポートが提供されるものなのか、実験的機能として提供され続けるものなのかがわかりづらいという問題がありました。こうした問題を解決するため、 Unity 2021からは、検証済み、プレビューという呼び方を改め、プレリリースおよびリリース済みという2つの新たなパッケージの状態に名称を変更しました。この2つの状態のパッケージは、両方とも Unity のコア機能と同様にサポートが提供されるパッケージです。そして、新たに実験的機能については明確に、実験的機能、エクスペリメンタルという名称になりました。 こちらは実験的な機能のうちはサポートが提供されない状態となります。今までのプレビューパッケージは名称としてはそのままに、区分け的には全てこのエクスペリメンタルという扱いとなりました。プレビューもしくはプレリリースのパッケージを閲覧可能にするには、プロジェクト設定のパッケージマネージャーで明確に有効化する必要があります。また 2021からは今までパッケージの形で提供されてきた一部の重要なテクノロジーがコア機能に移されて Unity のリリースに合わせて提供されるようになりました。次にリリースの内容について軽くおさらいしておきましょう。Unity2020LTS は Unity が安定して制作に使用できるツールであることを第一の目標として開発されてきましたが、多くの重要な更新も行われています。 アセットデータベースのバージョン2がデフォルトとなり、高速なプラットフォーム切り替えや Unity アクセラレーターを用いたプロジェクトの初期インポート速度の大幅な改善などを達成しています。Unity アクセラレーターについても、ローカル用のアドミニストレーター画面などが整備され、より使いやすくなりました。その他にも、インポーターの重要な改善、c シャープ8のサポート、より多くのデータを表示できるようになったプロファイラー、インプットシステムの正式化、さらに、 アップルシリコン対応など重要な更新が行われています 2020LTS では皆さんの日々の開発を助けるためのさまざまな細かい改善も入っていますプレハブをシーンに配置されているその場で編集するコンテキスト編集モードの導入やより使いやすくなったクイックサーチだけでなく今まで一部の機能にのみ存在していたバックグラウンドタスクがより一般的に利用可能になりました 他にも配列の UI の順番が入れ替え可能になったり、アセットのリネームや移動がアンドゥ可能になったり、最近使ったシーンを開くメニューの追加など、多くの細かい改善が加わっています。パッケージマネージャーの UX も改善されて新しくなりました。こちらはクイックサーチの機能を用いてプレハブを素早く検索し、シーンに配置するデモです。クイックサーチはキーボードショートカットから呼び出せて、あらゆるものを検索できるので、 使いこなすすと非常に便利ですまた特定のオブジェクトのプロパティを常に表示するフォーカス・インスペクターも実装されましたオブジェクトを選択してメニューからプロパティを選択することでこのフォーカス・インスペクターを新たに開くことができますこちらも非常に便利な機能ですさらに Unity h ハブでも絶え間ない改善が行われダイナミックテンプレートによってより豊富なテンプレートを利用できるようになりました また2021.1でも2020の安定性第一の方針を引き継ぎながら多くの機能改善を導入しています何といっても2021ではビジュアルスクリプティングが統合されデフォルトで使用可能になりましたまたデバイスシミュレーターもコア機能としてユニティに統合され気軽に使用可能になりました 2D 機能もさらに強化されています新しいドラゴンクラッシャーというデモコンテンツや新設された 2D ゲーム開発のクイックスタートガイドを合わせてご覧ください プロファイダーでもメモリープロファイラーがより強力になったり、一つのマシンで複数のプレイヤーがプロファイル可能になるなど、機能とユーザビリティが改善されています。さらに、テクスチャーインポートの速度を継続的に改善していっています。改善速度はフォーマットによりますが、ETC などではインポート速度が最大3倍にまで改善されています。その他、 u Unity レコーダーでは Apple ProRes フォーマットの出力がサポートされ映像制作やマーケティングコンテンツの作成でさらに使いやすくなりましたこうした Unity の更新は多岐にわたるため一元的に確認できる場所が欲しいところです私たちはこのためにパッケージ側の更新なども含めて Unity のドキュメントに新たに new inunity というページを設けましたこちらのページから最新の Unity の内容を捉えていただくのが最善です Unity 2020 LTS も2021.1 Textream も本日すでにご利用いただけます。ぜひお手元でお試しください。以上、Unity のバージョン情報やエディター体験の改善事項などについて簡単にお伝えいたしました。さて、2021年の Unity で最も大きな変更。それはついにコアに統合されたビジュアルスクリプティングですよね。 というわけで、このビジュアルスクリプティングについて、荒川さんに早速お話を伺いましょう。荒川さん、よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。Unity のトレーナーの荒川です。私からは、Unity2021 からエディターに統合されたビジュアルスクリプティングについてお話しします。Unity2021 から ビジュアルスクリプティングが Unity エディターに統合されました。ビジュアルスクリプティングを使えば C シャープを記述しなくとも、ビジュアルスクリプティングが最初から用意してくれているユニットを組み合わせるだけで、インタラクティブなコンテンツ制作が行えるようになりました。ビジュアルスクリプティングは Unity2021 から Unity エディター内に追加されたので、 追加でビジュアルスクリプティングのパッケージを追加する必要はありません。Unity 内で c シャープスクリプトを追加するように、すぐにアドコンポーネントから追加することが可能です。あとはグラフを広げてユニットを組んでいくことになります。ビジュアルスクリプティングでは、コンテンツ実行時に視覚的に実行のフローを確認することができます。 これは例えばある分岐でうまくフローが流れないなど問題を視覚的に確認して実行していくことができます次はビジュアルスクリプティングの種類について紹介します一つ目はスクリプトマシーンですスクリプトマシーンは C シャープでプログラミングする感覚に近く何をしたいかを軸にビジュアルスクリプティングで ユニットを組んでいきます。この例では戦闘機のプレイヤーを移動させるようにユニットを組んだ例になります。もう一つはステートマシーンです。ステートマシーンはいつするかを軸に条件を決めて振る舞いを作ります。例えばゲームクリアの状態など、 ゲームルールをステートマシンで組むのもいいでしょう。今回の例では3点以上のスコアが入るとクリアステート状態になりクリア表示がされるようになります。輪っかに入ると3点入るようにもしています。そのため輪っかに入るとクリアが表示されるようになりました。 ビジュアルスクリプティングでは C シャープで書いたメソッドをビジュアルスクリプティングから呼び出したり C シャープからビジュアルスクリプティングのイベントを簡単に呼び出すことが可能になっています今回の例ではビジュアルスクリプティング側から C シャープのメソッドを呼び出し輪っかに入るとエフェクトがプレイヤーから出るように なっています。今回ご紹介したサンプルプロジェクトはインターネットから簡単にダウンロードすることができます。一度プロジェクト全体を覗いてもらうことでビジュアルスクリプティングについての理解が深まると思いますのでダウンロードすることをお勧めいたします。 Unity2021 からエディターに統合されたビジュアルスクリプティングは非常に強力にコンテンツ制作をサポートします。ビジュアルスクリプティングを使い素晴らしいコンテンツ制作のお手伝いができれば大変嬉しいです。ありがとうございました。さて、昨今のゲーム開発で何と言っても欠かせないのがネットワーク対戦の機能です。ここで ユニティのネットコードのアップデートについて黒川さんからお話をいただきたいと思いますそれでは黒川さんよろしくお願いしますそれでは私黒川からはユニティのネットワーク技術についてお話していきたいと思いますここでいうネットワーク技術とはオンライン協力アクションなどのマルチプレイを実現するためのリアルタイム通信の技術のことを指しています さて、これまで Unity は Unet というネットワークゲームのためのソリューションを提供してきました。しかし Unet 自体は今後徐々に廃止していく形になっております。代わりとなるソリューションをなかなか発表できずユーザーの皆様には混乱を起こしてしまいましたが、この度新しいソリューションとして ML API を採用することとなりました。この ML API は オープンソースですでに提供されていて、すでに実績のあるネットワークのソリューションになっています。そして、この MLAPI を開発していた方に Unity にジョインしていただき、正式なソリューションとして採用されるという運びになりました。まだプレビューという形での提供ですが、GitHub 上で開発をしていますので、こちらをぜひ利用してみてください。さて、 無事ソリューションが ML API に決まったのですが、ネットワークを介したマルチゲームプレイというのを作るのはとても難しいことです。そこで Unity からはサンプルプロジェクトやドキュメントを拡充させ、開発者の皆様がネットワークゲームを作れるようになっていくまでを支援したいと考えています。そこで早速新しいサンプルプロジェクトとして、 ボスルームというプロジェクトを GitHub 上で公開しました。まだ開発の途中ですが、今後もバージョンアップを続けていきます。さて、今回はこちらのボスルームをもう少し紹介したいと思います。こちらのボスルームは ML API を利用したマルチプレイ協力の RPG です。最大8人までプレイできるようになっており、 対象のプラットフォームは Windows と Mac となっております。では早速、このサンプルを動かしていくところを見ていきたいと思います。まずはじめに、サーバー兼クライアント、つまりホストとなる人がゲームを開始します。そして、クライアントとしてゲームに参加する人は、ホストとして立ち上げた人の PC の IP アドレスを直接指定して接続する。 といった形になります。このようになっているのは ML API ではマッチングに関する機能を提供していません。なので IP アドレスを直接指定してつなぐ形になっています。それでは少し動かして遊んでみます。このような形でプレイヤーが動くと他のプレイヤーのところでも動いているのが確認できると思います。 さて、動作の確認をしましたので、もう少しプロジェクトの中身を見ていきましょう。この ML API では、オブジェクトを同期する仕組みを提供しています。このオブジェクトの同期をするためには、まずは、ネットワークマネージャーというオブジェクトを設置して、同期したいプレハブをここに設定していきます。そして、このプレハブには、ネットワークで同期しますよということを、 知らせるためにネットワークオブジェクトコンポーネントをつけていきますそして変数の同期もできます例えばヒットポイントの値を同期するとかですねこちらはですねネットワークビヘイビアを継承してメンバー変数にネットワークバリアブルという形で宣言することによってこの変数は同期されます このような形でオブジェクトの動機をすることができます。そしてもう一つ重要な機能があります。それが RPC リモートプロシージャーコールという機能です。こちらはどういった機能かと申しますと、クライアントからサーバーに対して何か処理を依頼したり、逆にサーバーからクライアントに対して何か処理を依頼するといった時に使う機能です。 見た目的には C シャープのメソッドのような形でできるのですが、こちらもですね、このようにサーバー RPC という属性をメソッドにつけてやることで、呼び出すと実は裏でクライアントで実行するのではなくサーバー側に処理を依頼してサーバー側のマシンで処理が実行されるという仕組みになっています。こういった形でゲームの進行などをサーバー側に 任せてサーバー側が一括で処理するといったことが可能になっていますこのような形で ML API の仕組みを利用して作ったのがボスルームですご興味を持った方はぜひこちらのサンプルを落として実行してみてくださいありがとうございましたお次はやはり外せないトピックそれはグラフィックスです 続いて大下さんに Unity の最新のグラフィックスのアップデートについてお話しいただきます。大下さん、よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。クリエイターアドボケイトの大下です。私は日頃、主に Unity のグラフィックス機能をより便利に使っていただけるよう、講演や動画の配信などを行っています。今回私の方からは、 Unity のグラフィックレンダーパイプラインについてお話しいたします。まずはおさらいからです。現在の Unity には従来から皆さんにご愛用いただいているビルドインレンダーパイプラインと2018バージョンから追加されたスクリプタブルレンダーパイプラインという2つのレンダーパイプラインが搭載されています。さらにそのスクリプタブルレンダーパイプラインを使ったユニバーサルレンダーパイプラインとハイディフィニションレンダーパイプラインという 2種類の構築済みパイプラインを提供しており、開発者はビルトイン URP、UR HDRP の3種類の中から、プロジェクトの要件に合ったレンダーパイプラインを選択するという形になっています。今回はこの中の URP と HDRP についてのお話となります。まずは Unity2020.3 LTS におけるユニバーサルレンダーパイプラインのアップデートについてお話します。URP はリリース時、 LWRP ライトウェイトレンダーパイプラインと命名されており、その名前の通り HDRP と対応なす軽量な動作に特化したレンダーパイプラインと位置づけられていました。しかし、汎用性とカスタマイズの余地、何より高いクオリティを支えうるポテンシャルから将来の全ターゲットに向けた汎用レンダーパイプラインへとポジションを変え、将来的には現在のビルトインレンダーパイプラインに変わるものとなるべく高性能ハードに向けたレンダリング機能や、 2D グラフィックス機能など様々な追加が行われています。今回 LTS がリリースされた Unity 2020では、従来からビルトインで愛用されてきた機能の実装が大きく進みました。スクリーンスペースアンビエントオクル t ジョンは、オブジェクトの光が届かない場所に疑似的な陰影を作り、質感を向上させます。シャドーマスクを使うと、近距離ではリアルタイムシャドウ、 遠方では、メイクした影という使い分けがスムーズに実行できます。カメラスタックを使うと、複数のカメラでレンダリングした別々の結果を、レイヤーとして重ねて表示することが可能になります。これらの機能は、先ほど言った通り、ビルトインでは以前から使えており、特に URP への実装が心待ちにされていた機能です。今回の URP への実装は、ビルトインから URP への移行が、 よりスムーズに行えるようになったことを意味します。また URP には 2D ライティングに代表される 2D ゲームの表現力をアップする機能も多数搭載されています。Unity 2020ではこれに 2D スプライトシェイプや 2D IK など高度な機能が複数追加されました。2D グラフィックスに関しては今まで以上に Unity だけで完結できる作業が増えました。 では、もう一つの新しいレンダーパイプラインである HDRP はどうでしょうか ?HDRP は URP より一つ後の2019バージョンでプロダクトレディーとなった機能です。その名前の通り、より高精細なグラフィックを達成するために革新的な技術を惜しげなく投入していることが一番の特徴となります。また単に品質が高いだけではなく、高度な写実表現、フォトリアルな絵作りをサポートすることを目標に、 現実世界の単位や物理的な仕組みを多分に取り入れたレンダーパイプラインでもあります。こうした機能を扱うため、一定以上のスペックを満たすハードに向けて開発されているという点も URP と違うところです。URP が多くのハード、いろいろなスタイルのゲームに対してお勧めできるのに対して、HDRP は求めるクオリティ、絵作りの方向性、ハードスペックなどが合致した時に圧倒的な性能を発揮する、 戦影的なレンダーパイプラインと言えます。ただし、だからといって扱いが難しいわけではなく、リアリティのみを求めるのであれば、むしろゲームグラフィックのノウハウに詳しくない方でも、簡単に高いクオリティが実現できるよう設計されています。Unity 2020では、それをさらに推し進めるものとして、HDRP のテンプレートプロジェクトが新しいものに刷新されました。このテンプレートは、 単に綺麗なサンプルというだけではなく、屋外、室内、閉所と明るさの異なる場面を複数用意して、それぞれに正確なライティングとカメラ設定が行われています。これから HDRP で新しいプロジェクトを作ろうとする場合には、このテンプレートを流用あるいは参考にすることで、短時間で高い品質が手に入れられるでしょう。また、Unity 2020では HDRP のレンダリングを 詳細かつ直感的に確認できる高機能なレンダーパイプラインデバッグモードが追加されました。こちらは HDRP のように複雑な工程で作られるグラフィックを掌握したい方にとっては必須の機能となるはずです。それ以外にもスクリーンスペースグローバルイルミネーションやヒストグラムを用いた自動露出、デカールレイヤーなど Unity 2020では HDRP に非常に多くの機能が加わりました。 URP、HDRP はどちらも SRP に対応したシェーダーエディターであるシェーダーグラフ、GPU パーティクルエディターの VFX グラフを使用することができます。これらはどちらもコードを書かずにノードによって機能を組み上げることのできるグラフエディターです。シェーダーグラフはこの Unity 2020から最終的な出力を表すマスターノードが従来の固定されたものから編集可能なものに更新されました。これによって シェーダーの自由度がさらに上がったほか、複数のレンダーパイプラインに対応するシェーダーの作成もできるようになりました。また、VFX グラフでは実験的な要素にはなりますが、パーティクルで扱うメッシュに LOD を設定することもできるようになりました。次は、新しいテックストリームである Unity 2021.1のレンダーパイプラインで、どのような変化があったかをお話しします。Unity 2021.1でも、 URP でのリアルタイムポイントシャドウなど、機能の追加はいろいろとあるものの、Unity 2020で紹介したような目立った機能の追加はあまり多くはありません。その代わりに、このバージョンでは大小様々な機能の改善、修正などが行われており、安定性とユーザビリティの向上が図られています。これは以前からプロダクトレディだったとはいえ、ビルドインと比べて製品への使用には慎重さが必要だった。 urp, hdrp がより積極的に皆さんのプロジェクトに導入できる状態になったということを意味します。それと同じく、この unity 2021.1からは urp, hdrp とそれに類するいくつかのパッケージが unity のコアパッケージに再配置されました。コアパッケージとは unity のエディターバージョンにバインドされたパッケージを示します。これにより unity 本体とグラフィックパッケージは 従来より強く紐付けられ、プロジェクトは常に最新の検証済みパッケージで実行されるようになります。ただし、もし必要であれば、マニフェストファイルのオーバーライドによって、任意のバージョンやカスタムバージョンのパッケージを使用することも可能です。先ほど URP のところで、URP は将来的にビルトインの後継となる予定とお話ししました。この具体的な時期はまだ未定ですが、今回の再配置は、 その動きが順調であることを示していると思います。私からのレンダーパイプラインについてのお話は以上となります。URP、HDRP はどちらも今後のロードマップも充実しており、より便利で高機能なものになっていく予定です。その中にあって、今回の Unity 2020 LTS 2021.1での変化は、この2つのレンダーパイプラインがより安心してお使いいただける Unity のグラフィックの中心となるべく加わった変更であることがお分かりいただけたのではないかと思います。さらにこの2つのレンダーパイプラインは最終的に互換性をもって往来できることを目標に今後の開発が進められています。もちろん現在のプロジェクトの進行などにもよると思いますが、これから新しいプロジェクトを立ち上げる際は、ぜひ URP、HDRP の使用もご検討ください。 ありがとうございました。えー、昨今の Unity で機能の進化が目覚ましい分野がもう一つあります。それは 2D の機能です。というわけで、ここからは山村さんに Unity の 2D の機能のアップデートについてお話しいただきます。山村さん、よろしくお願いします。 皆さんこんにちは、Unity の山村です。自分からは Unity の新しいデモプロジェクト、ドラゴンクラッシャーズについて紹介しようと思います。内容は今映っている動画ですね。いわゆるオートバトルものです。ゲーム開始時にカットシーンが入って、戦闘開始して自動的に攻撃して、クールダウンが終わったらアビリティを発動して、敵の HP を削り切ったら勝利というタイプのゲームです。このプロジェクトがどんな風に作られているのかを軽く紹介します。それでは見ていきます。 まず、キャラクターを動かす方法なんですが、2D アニメーションの機能を主に使用して作られています。これはボーンベースでキャラクターを動かす方法で、まあ最近のゲームでは結構見る感じの手法です。この機能自体は以前からあったものですが、プロジェクトを確認するとワークフローの改善が見えてきます。以前はスライスしたスプライトを用意して、自分で並べ替えたり、描画陣を設定というスーパー面倒くさい作業が必要でしたが、PSD インポーターによって、 コードショップでレイヤーを分割したデータからスプライトの位置と描画順をセットアップしたプレハブを自動的に生成してくれます。またキャラクターのバリエーションはベースとなるキャラクターに対してスプライトスワップでスキンを差し替える形で実現しています。スプライトスワップはスプライトライブラリーを利用してスプライトを動的に差し替える機能です。これは追加コンテンツなどでよくある同じリグを持つキャラクターの着せ替えなどで利用できる機能ですがここではリグの共通化だったり アニメーションの作成とスキンの作成を並列で進めるために使用していますちなみにスプライトライブラリーはパーツのカテゴリーとスプライトへの参照を関連付けした情報で PSD インポーターでインポートした時に一緒に生成されますスプライトライブラリーを応用した機能で複数のスプライトを登録しておいて実行時に切り替えるといった使い方もされていますメパチや表情の切り替えはこの機能で実現していますこの部分はアニメーションウィンドウでカーブを作って制御していますが Unity のバージョンによってはカーブをコンスタントにしないと機能しないので注意です。他の部分は IK もしくは FK で制御していますね。剣の位置などは IK、剣の向きなどは追加のボーンで実現しています。ドラゴンのまぶたのモーフィングとかは制御のボーンで動かしています。キャラクターの表現で少し面白いのがキャラクターのライティングです。URP の 2D 機能で光の加減でキャラクターに色を追加したり、 凹凸感を出すといったことができるようになっています URP の 2D 機能はエクスペリメンタルだと思う方大丈夫リリース済みの機能になりましたマテリアルをアンリッドとリッドで比較するとこんな感じですリッドは光の向きに応じて陰影が動きますでこの凹凸判定はどこから来たのかといえばスプライトのセカンダリテクスチャにノーマルマップが登録されていましたここで登録されているノーマルマップを利用して光の陰影を判断するわけですさてここで気になるのが セカンダリテクスチャでスプライトアトラスはちゃんと機能するのかという問題。ご安心をちゃんと機能します。スプライトアトラスを使用する場合は、パックしたスプライトと同じ UV で追加テクスチャをパックされます。このデモプロジェクトでは、スプライトアトラスフォルダを確認すると、パックされた様子が確認できます。レベルの構築も参考になります。ここは実際に作っていく流れを見てもらった方が早いですね。まず、タイルマップやプレハブの配置で地面を構築した後、 スプライトシェイプで背景の壁や路線といったカーブするものを作り込んでいきます大雑把に地形ができたらライトを配置しています洞窟の入り口から光が差し込んでいる感じや地面を反射した関節光で地形が照らされている感じ天井が欠けて光が漏れている感じなどをいろんな場所にライトを置くことで表現しています次は流れる水や煙の動きなどの動く賑やかしを追加します 単純な動きのエフェクトは大体シェーダーグラフで作っています。クモの巣とか、溶岩の池とか、クリスタルの点滅とか、このリボンのエフェクトとかもそうですね。なるほどなと思ったのが、この手前のシルエットをスプライトシェイプで作るところ。遠近でボケた感じのシルエットをその場で作っています。このシーンはこんな感じで作っています。あとはキャラクターの発動するアビリティについても確認します。 これは少し面白くって、まずキャラクターの持つアニメーターですが、3つのアニメーションしかありません。棒立ちかダメージを受ける、もしくは死ぬです。ではキャラクターごとに攻撃モーションのアビリティはどうやって発動しているのかというと、タイムラインでアニメーションをオーバーライドして制御しています。スクリプト側はタイムラインを叩くだけで、モーションの選択や攻撃のエフェクト、ダメージ発生のタイミングなどはタイムライン側で制御している感じになっています。これでタイムラインを変えてスキルを変更したり、 プレハブエディターでエフェクトの撮影タイミングや種類を修正できるようになっています 2D チームではこういったプロジェクトを通して複数の機能をまたいだ作業ワークフローの見直しやパフォーマンスの最適化特に URP を使用したローレベルでの最適化に努めていますまた今回紹介したデモ「ドラゴンクラッシャーズ」はアセットストアからダウンロードできます先ほど紹介した内容以外にもダメージエフェクトの表現やイントロのカメラワーク キャラクターの移動といった参考になる部分は結構あると思うのでぜひダウンロードして中身を確認してみてくださいありがとうございましたさて本格的なゲーム開発をするときには高速なアセット管理のシステムなど開発を楽にしてくれるさまざまなサービスやサポートが欲しいものですここでユニティが新たに提供を始めた サービスやツールなどについて、デイビットさんからお話を伺いたいと思います。デイビットさん、よろしくお願いします。みなさん、こんにちは。Unity Japan Developer s u p p o r t e n g i n e e r のデイビットです。p l a s t i c s c m というバージョン管理ツールについて話します。p l a s t i c s c m はゲーム開発チームのために設計されたバージョン管理システムです。 プログラマーとアーティストのためにワークフローとツールをつないでいます。これから数分かけてその中からいくつかのツールを紹介していきます。Plastic CM ではビジュアルインターフェースから独自のブランチを作ることが簡単にできます。また、コマンドラインを利用することもできます。コマンドラインに慣れている人は Plastic の CLI をすぐに使いこなせるでしょう。 Plastic はコードベースのマージや複雑な変更を簡単に視覚化するツールを提供しています。例えば、ここではコードがリファクトリングされ、異なるファイルに移動されている様子がわかります。Plastic はコードがどこに移動され、どのように変更されるかを視覚的に示すことができます。コードレビューするときは特に役に立つと思います。 コードビューする人は詳細を調べる前に何が変更されているのかをまずハイレベルで見ることができますね。メインラインにマージするときはコード変更のコンテクストを意識しているので複雑なシネラルであっても自動でコンフレクトを解決してくれます。さらに自動化させることもできます。 例えば、Web 上から管理ツールにアクセスして、タスクのブランチをメインラインにマージしてくれるボットを作成することもできます。コードレビューが完了したので、ブランチのステータスを更新しましょう。ステータスが resolved に設定されたタスクブランチを見つけると、先ほど作成したボットはメインラインへのマージしていいか、まずテストします。 テストが成功したら自動的にマージします。必要あれば、マージした後にジェラチケットを更新したり、サックメッセージを配信させることもできます。DocuView という機能を使えば、サーバーから更新をプルして、ローカルでコミットして、サーバーにプッシュする、Git のような分散型のワークフローも可能になります。 また、複数のサーバーを同期させることもできます。g i t リポジトリのクライアントインターフェースとしても利用できます。複数のブランチを使う必要がなければ、アーティストのために設計されたシンプルな UI ツールである Gluon を使うことをお勧めします。 グルー o ンではワークスペースに配置するプロジェクトファイルを自由に選択することができます。混乱せず余計な容量を使わず自分にとって大切なファイルだけワークスペースに置きます。大きなバイナリーファイルなども簡単に取り出してチェックインします。もちろんファイルをロックすることもできます。また、Unity や Visual Studio などお気に入りのツールを に、プラスティックを統合させることもできます。プラスティックは、クラウドサービスとしても、エンタープライズソリューションとしても提供します。クラウド版の場合、プラスティックが提供しているクラウドサーバーをご利用していただく形となります。クラウド版では、3人までのプロジェクトは無料でお使いいただけます。チームの人数が3人以上の場合は、性抜き1ユーザー月7ドルになります。5GB のストレージは値段に含まれています。 5GB 以上の値段の詳細については Plastic のウェブサイトにてご確認ください。Enterprise 版ではお客様ご自身でサーバーをホースティングすることができます。税抜き1ユーザー月23ドルになります。Enterprise 版でも無料のトライルが可能ですのでぜひお試しください。ご興味のある方は salesjp.unity3d.com までにお問い合わせください。 また、日本語の教材やハンゾンセミナーも用意してますので、ぜひこちらのページをご覧ください。ありがとうございました、えー。さて、いかがだったでしょうか ?Unity 2020 LTS および2021年の TechStream では、皆さんにより安心してお使いいただけるようにするために、地道な改善に大きな主眼を置いてアップデートを続けておりますが、 ただいまご覧いただいたようにより強化されたグラフィックスや 2D 機能そしてビジュアルスクリプティングやネットコードなど重要なアップデートもたくさん行っていますさらにプラスチック SCM のように新たに Unity ファミリーに加わった強力なツールもきっと皆さんの開発を楽にしてくれるはずです Unity2020LTS も 2021.1TechStream もでに本日リリースされておりますので 今日もし何か新しい発見がございましたらお手元で試していただけるととても嬉しいですというわけでこのセッションでは Unity の最新のアップデートについてぎゅっとまとめてお伝えいたしました改めましてご視聴いただきましてありがとうございました